はい、それでは時間になりましたので2018論文本試験を切るを始めてまいります。民法を担当いたしますレック専任講師の豊川です。どうかよろしくお願いいたします。でそしてですね、今回論文本試験受験なさった全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。暑い中本当にご苦労様でした。で私も本試験当日なんですけども、東京の会場ですね、初日だけ立たせていただきまして、で12時に民法が終わって皆さんが教室から出てこられたんですね。その時の皆さんのお顔が結構なんかね、ほっとしたようなお顔だったのがすごく印象的で、でその後個別にですね、お話を伺ったところ、皆さんね、結構簡単でしたと、民法はできましたと、そういう声がかなり大勢を占めてたんですね。で私その後ですね、問題を受け取って、で中野の本社に戻って回答を出し合ったんですけど、実際かなりまた基本的な論点が出たなっていうのが印象的なとこ、印象的なところですね。で去年と今年やっぱり同じ傾向になってきてますね。非常に基本的な論点を真正面から聞く問題です。である受講生さんがね、試験を終えて出てこられた時にね、また高書き民法から全部出ましたねってことをおっしゃってね、本当にまさにその通りでした。若干細かい論点ありますけど、メイン論点は全部去年に引き続き公格民法、レックが出している公格民法に全部載ってますね。ですから来年以降ですね、また受けるって方、あるいは来年初めて論文を受けるっていう方ですね、ぜひレックの公格民法ですね、これをぜひ存分に活用してみてください、ね、で問題本当に基本的な論点になってきてます。で2年前まででしたらなかなかね、問題が難しくて高得点取れなかったんですけども、去年今年とかなり基本的な問題に変わってきてますんで、逆にある程度の点数を取らないと逆にちょっと民法厳しいかな、その意味ではこの論文本試験における民法の位置づけが去年今年で大きく変わってきてるなと。以前であればね、もうみんなできません、難しいんで、だから大きく失点しなければとりあえず OK だった民法が、去年今年とある程度逆に点数を取らないと、ね、他の受験生に差をつけられてしまう、そういう科目に変わってきたなという印象は受けました。じゃあこの後ですね、具体的に問題を見てまいりたいと思います。でこちらですね、よいしょ、この論文本試験を切る教養科目ですね、こちらのレジュメ開けてください。まず1ページ目ですね、よいしょ、でまず1問目からちょっと見ておきたいと思います。こちらで1問目は結構皆さんね、2問目に比べて書きやすかったんじゃないのかなっていうふうに思います。どうでしょう。でちょっと設問1から見ていきますとね、こちら、本件売買契約の締結後滅失ということだから後発的不能の話だなと。でさらには途中ですね、この A ですね、 A の日の不始末、債務者です、債務者 A の非の不始末によってこの高建物が滅失した、履行不能になったってことですから、後発的不能でかつ債務者に奇跡性がある場合ってことで債務不履行です。債務不履行、ね、これそうですね、危険負担書いたって方これちょっと厳しいと思います。債務不履行ですから、いいですね。で債務不履行ですから、あとはその債務不履行の効果である損害賠償請求415条、あと解除です543条、ね、この2つを設問1では論じていただければ OK かなと思います。であとこの損害賠償請求415条なんですけども、これねちょっと見ていただきますと、条文が次の2ページの上ですね、ここに416条が参考条文として上がっています。これいわゆる債務不履行における損害賠償の範囲を定めた規定なんですけども、一応これも論点とはなり得るかなと思います。しかしこれは必須ではありません。書いてなくても大きな減点は受けないと思う。なんでかというと、これ問題文ね、これ見ていただきますと、これね、これ損害賠償の範囲を聞くような事情が設問1の事例に上がってないんですよ。例えばもしこれね、飼い主 B がその後第三者 C に高値で転売する予定であったとかって書いてあれば、これはもう絶対にこちらね、
この416条の損害賠償の範囲を書かなきゃいけないけども、ね、本文ではそういう事情は上がってませんから、書いてなくても、ね、別に減点されない、書いてれば加点自由であろうと思います。いいですね。まあ、一応設問1はこんな感じです、ね、で続いて今度設問2の方ですね。設問2の方に行きます。こちらで、これはね、もう皆さん問題文ご覧になってね、いわゆる無断転退、612条の無断転退ということはね、すぐお気づきになったと思います。これは気がついてほしいです。これは絶対書かなきゃいけない。いいですね。ただこの事案がちょっとね、くせ者なんですよ。これ見ていただきますと、いわゆる今非常に、ね、トピックの話題になっている民泊です。民泊、ね、したがってこれ単純に事案当てはめればいいのか、これ最後のね、これ最後のこの信頼関係破壊の理論の当てはめ、三段論法の一番最後の当てはめのところでちょこっとこの民泊の特徴をね、ちょっと出していただければ、一応出題の人には答えてるかなと思います。でこれね、ちょっとあの回答例ちょっと見ておきたいんですけども、私はこういうふうに書きました。ですね、5ページですね、5ページちょっと見ていただきたいんですけども、あ、ごめんなさい、6ページですね、失礼しました。6ページ、こちらご覧ください。でここですね、最後これ当てはめです。本件賃貸借契約締結後2年は C 自身が使っていたことが伺われ、高建物を旅行者に転貸していたのは1年のうちわずか120日、ね、いわゆる4ヶ月です。4ヶ月、ね、でまたこの C が出張から戻れば、また C による使用が再開されてる、されることが予定されていると、ね、でまたさらにですね、旅行者が、これ最後の最大のポイントなんですよ、旅行者が高建物に宿泊滞在した際に騒音やゴミ処理等に関して近所から、ね、この苦情が来ることはなかったと、これ問題文にはっきり書いてありました、ね、この辺をうまく最後のね、あの当てはめのところで使っていただければよろしいかな。で一応私はこの回答例の中では一応ね、あの信頼関係の破壊はないと、ね、まあ、苦情も来なかった、問題ないだろう、ね、期間も短いということで一応ね、あの信頼関係の破壊はない、したがって解除はできないというふうに処理いたしました。でいつも言ってますけど、この三段論法の最後の当てはめの結論というのは極端なこと言うとどっちでもいいんですよ。どっちでもいい。ただね、経験則、いわゆる常識に大きく反してなければ基本的にどっちでもいい。だから皆さんの中で、いやこれ信頼関係の破壊ありますよ、ね、これそういうふうに書いた方もいるかもしれません。それはそれで結構です。全然構いませんので、ね、であともう一点、この設問の2でね、ちょっと見ておきたいんですけども、レジュメの4ページですね、一応のけといたんですけども、これです。この3番ですね、用法遵守義務、これ触れた方いますかね。用法遵守義務、これ要するにこれ物を借りる場合ね、当然その物の用法に従って利用しなさいよっていうごく当たり前の規定なんですよ。これ実は条文がありまして、これもちょっと見ておきましょうかね。2ページです。2ページの594条というのがあります。こちら、これ規定自体は使用貸借なんですよ。使用貸借で594条、これ1個を見ますと、借主は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、そのものの使用及び収益をしなければならない、ね、だからそのものの、ね、この用法に従った利用しなさいよ、ごく当たり前の規定で、これは使用貸借の規定ではあるんだけども、これ次の616条によって賃貸借に準用されてるんですよ。したがって本件これ賃貸借ですから、ね、やっぱりこの場合においても用法遵守義務っていうのが発生する。でここでまたさっきの民泊の特徴が絡んできます。民泊って皆さんご存知の通り、普通の民家をあたかもホテルあるいは旅館のようにして他の人に住まわせるわけでしょう。これは明らかに用法遵守義務に違反するんじゃないのかなっていうのをぜひね、これ論じてほしかったんですよ。欲しかった。でも一応結論としては用法遵守義務に違反しないというふうに私回答例書きました。なんでかっていうと、これね、問題文にも書いてありますけども、あくまでもこの建物ですね、貸した建物、あくまでも居住用建物として貸してるんですよ。でもともとはちょっとこれ問題文見ますと、これでしょ、一戸建て住宅、ね、こう建物ってのは一戸建て住宅、当然居住用建物、これを、ね、
あくまでも居住用の建物として、このさまざまな旅行者の方たちに使わせたということなんで、だからその意味では用法遵守義務には違反しないというふうにしました。これももちろんどちらでも OK です、ね、当てはめの部分なんで、ね、でそうしますと、ちょっと整理しますとね、一応これ論点といたしましては、この 4ページですね、挙げてありますけども、一番最初のこの履行不能による解除、あと設問2の方ではね、この信頼関係破壊の理論、この2つをしっかり論じてあれば、他のね、この損害賠償の範囲、さらには今ねご覧いただいた用法遵守義務に、これね言及してなくても十分合格点はつくと思います。30点以上は優につくと思います、ね、その意味ではこの1問目はちょっと稼いでほしい問題かな、そんな気がいたします。で次、今度2問目の方に参ります。でレジン面の後ろ7ページですね、こちら。でこちらは結構皆さん苦労されたんじゃないでしょうか。正直言うと私が苦労したんですよ。これ問題文が結構ね、表現が曖昧っていうか、もっと言うとなんか表現がふわっとしてるんですよ。で例えばね、ちょっとこれ見ていきますと、よいしょ、7ページですね、問題2の問題文なんですけども、例えばそうですね、これ設問の2のとこなんか見てみてもね、ちょっとご覧ください。これ売買契約を締結したと書いてある。でこれね、今までの鑑定士の民法の本試験問題においてはね、さっきの問題1のようにね、これもちょっと大きくしますよ、ご覧ください。これ売買契約結んだら以下、丸括弧で以下本件売買契約というっていう、こういう表記がこの鑑定士の民法では今もほとんど、ね、当たり前のようになってるんですよ。でもこの2問目の方を見ると単なる売買契約としか書いてない。この点からすると、おそらく私の推測では、この2問目の問題を作りになったのは今年新しく死刑に就任された佐久内先生だろうと思う。申し訳ないけどちょっと問題の作り込みが甘いですね。もうちょっと表現をきちっと絞って書いてほしかった。でさらには非常にこれネックになったのがね、この設問1の方ですけども、おそらく皆さんも同じように悩まれたと思うんだけど、これね、重要事項のここね、ごめんなさい、ちょっと私左利きなんでちょっと字書くとごめんなさいね、ここですね。私が回答出しの時ものすごく悩んだのはこれだったんですよ。重要事項の説明が誤っておりってことで、ここで果たして詐欺の問題論じた方がいいのかな。これ設問1皆さんご覧になってね、これ買い受けてみたら容積率検品率が足りなかった、ね、予定した建物建てられないということで、動機の錯誤の論点はすぐお気づきになったと思う。で合わせてじゃあ詐欺もあるのかな、詐欺取り消しもできるのかな。で条文見るとこれ96条バッチリ上がってるんですよ。だから出題者はね、全く無関係な条文まで載せないから、一応詐欺取り消しも聞いてんのかなって、私が悩みました。これすっごい悩んで、で一応最後はね、これできるだけすっきり書いた方がいいだろうということで、私はこれね、回答例の方は結構いろいろ私ごちゃごちゃ書いたんだけど、一応こういうふうに処理すればいいと思う。一応ね、ここ誤っておりってことだから、これはミスによって重要事項の説明、重説を誤ったってふうに処理して、詐欺の故意はない、したがって詐欺取り消しはできないでいいと思います。いいと思う。回答例の方は私かなりね、分析的にそもそも96条2項か1項かって書いて、1項の中でさらにね、要件満たすかどうかまでかなり細かく書いたけど、実際2時間という限られた中でね、しかも皆さん他の科目もあるわけですよ。その時にそこまで気を回せっていうのはね、ちょっと無理だと思うし、それは今国交省が求めている短期合格者をね、排出するっていう方向性に逆行すると思う。だから書いてなくてもいいと思います。逆に何回も言うけど、この設問1ですね、ここ動機の錯誤は必ずしっかり書いてください。でこれについてはね、この1年間私レックの答練で何回となく出してますよね。だけどいざ皆さんに書いていただくと結構点差が開く。だからこれね、典型論点だからみんなが書けるとは限らないってことですね。これはね、で一応回答例の方は後でちょっとねご覧になってみてくださいね。一応95条の錯誤無効の要件3つで、まず95条の鍵括弧錯誤に当たるかと、ね、これは一つ目で、ここで動機の錯誤がここの鍵括弧錯誤に当たるかを書いてください。いいですね。
この辺の論述の位置づけもね、うちの講座で勉強した方はできると思う、ね、あの高架期民法でもその辺バッチリ載っけてますから。で、2つ目の要件として、要素の錯誤にあたるかも書いてください。で、3つ目の要件として、表示者の矛盾解説も書いてください。で、本件ね、これ皆さんどうでしょう、これ最後の要件の表示者の矛盾解説で悩んだって方いません？結構矛盾解説で、一応買い取れの方はね、やっぱりできるだけスッキリってことで矛盾解説ね、一応矛盾解説というふうにしました。あの、要するに重解説なしにしました。なんでかっていうと、やっぱり問題文これ素直に見るとね、これ宅建業者から説明を受けてるんですよ。で、宅建業者がね、重要事項の説明間違えちゃった。で、これを信頼して買った買い主にこれ重解説ありってしますか？これもし重解説ありってするんであれば、それこそね、この宅建業制度の信頼を根幹から揺るがすことになりますよ。意味ないじゃないですか。だから一応ここはね、まあ、最後の当てはめですけども、重解説なしというふうにしていいと思います。で、もし皆さんの中でね、あのちょっと余裕があって重解説ありの場合となしの場合に分けたって方いるかもしれない、要するに場合分けした方もいるかもしれない。で、もし重解説ありの場合について書くと、これ一応レジュメに載っけたんだけど、いわゆる共通の錯誤の論点が出てくるんですよ。で、これは後でまたレジュメご覧になっておいてください。共通の錯誤、ね、当事者双方が同じ錯誤に陥っている場合なんですよ。で、この場合については相手方を特に、ね、これ契約を無効にして保護してあげる必要はないということで、錯誤無効、要するに95条貸借の適用を否定する見解が有力なんですね。一応レジュメの方に載っけてありますから、後でご覧になってみてください。で、ちなみにこの共通の錯誤っていうのが昨年 の、 あの改正民法で明文化されてるんですよ。だから私それがあったから、あれこれ場合によっては重解説ありで書かなきゃいけないのかな、すごく悩んだんですよ。だからものすごくね、あの初日皆さんが経済学やられた時ね、私夕方までうなりながらね、一生懸命この答案作ったんですけど、まあ、これも最後ね、まあ、あの事実認定の話になってくるんで、どっちでもいいかな。で、最後ちょっとね急ぎますね。で、あと次の設問の2の方ですね、設問の2で、これはもうね、背信的悪意者、さらにはその背信的悪意者からの転覆者の論点だってことをすごいお気づきになったと思う。これは気がついてください。いいですね。で、ただしこれも悩んだんですよ。どこで悩んだかというと、これね、この、2問目の方ですけども、果たしてこの第二譲り受け人である D が背信的悪意者と言えるのか。これ問題文見るとね、ここですね、この第二譲り受け人である D の主観としては、これ自己が銀行から融資を受ける際に利用しようとして、ね、こうやって取引をしたということで、この伝統的なね、第一譲り受け人である C に損害与えようとか困らせてあげようっていう、そういう横島の目的じゃないんですよ。だから果たしてこういう目的のもとでね、取引関係に入った第二譲り受け人 D を背信的悪意者って言っていいかということで、私は悩みました。皆さん分かりませんけど、皆さん結構もういいやって感じでね、もう書いたかもしれませんけど、私結構悩んだんですよ。で、実はこれ判例があります。今回このレジュメにも載っけたんですけども、これちょっと最後ねご覧いただきたいと思います。で、レジュメの10ページです。ちょっとこちらご覧ください。ちょっとこれやっちゃいますね。これやって終わりますね。で、まずこの設問2についてってとこなんですけども、なおのとこですね。ここから一気にいきます。なお D の背信的悪意者の認定については悩んだ方が多いかもしれないと。本件の D は C を困らせてやろうとか、C に損害を与えてやろうという目的ではなく、事故が銀行から融資を受ける際に利用しようという目的であるので、自由競争の範囲内とのようにも思えると。ね。で、しかし問題文が、登記がまた C に移転されていないことを期間、これやりましたね、しめしめですよ、ね、これ幸いですよ。これ決していい響きの言葉じゃなかった。で、さらには、ね、さらには似たような事案のこの最高裁の判例があります。これ私調べました。これ昭和43年って非常に古い判例なんですよ。で、下の米印ご覧ください。で、この判決の要旨なんですけども、いきますよ。山林の贈与をめぐる紛争について、これトラブルあったんですよ、ね、で、自ら立ち会い人としてその解決に努めた上、かかる、
贈与の事実を確認し、速やかにその旨の所有権移転登記手続きをすべきことを内容とする和解を成立させ、自ら立ち会い人として和解条項に帰した書面に署名捺印したってあるんですよ。要するに、この森林の贈与をめぐってトラブルがあった。その時に第三者が立ち会い人としてね、ちょっと待ちなさいよと、お宅ら待ちなさいよって言って、ね、このトラブルの解決にあたって、当事者を和解までさせてんですよ。ところがこの和解をさせた第三者が、立ち会い人が、その後何やったかって言ったらね、ご覧ください、これ。その後ですよ、その後、ね、自己の債権の満足を得るために、右和解の趣旨に反し、本件山林を贈与者の所有物件として差し押さえちゃったんですよ。これは明らかに、ね、いわゆる事故の先行行為、先行行為というのは先に行った行為ね、先行行為に矛盾するということで、これ明らかな審議則違反なんですよ。ですからこの点で自由競争の範囲を超えているというふうに認定して、この背信的悪意者に当たるとしました。そうするとこの第2問目も同じようなこれ事案ですよね。やっぱり先行行為と矛盾することをやってるんですよ。ここですね、質問に。これ C が、これね、土地の購入を計画していたところ、これ A と旧地の中である D が、これ紹介してるんですよ、C に。D っていうのは、こういう土地があるよ、そうやって C に紹介してる。なのに、その後、C の未登記を主張するような、やっぱりこれも先行行為と矛盾するような言動を取っているということですね。ですから、さっきの昭和40年代の、まあ、非常に古い判例ではあるんだけど、あの趣旨がまさにこの事案にも当てはまるんで、これはもう背信性認めて、ね、処理していただければと思います。一応こんなところです。じゃあ一応ね、時間ですので終わります。はい、皆さんこんにちは、レック専任講師森田有一です。私の方からですね、経済学をまず、解説させていただきますけども、ページですね、開けていただければと思いますが、ですね、21ページですね。私の方からお話しさせていただくのは、まず合格ラインですね、どれだけ取れていればですね、合格できたのかなということと、まあ、それからレックがどれだけ当てたのかという、まあ、この2点について、お話しできたらなというふうに思っておりますけれども、まず問題1ですね、ミクロ経済学で、こちらは藤原先生がね、おそらく出題されたかなというふうに思いますね。今年で5年目ということで、で問題のレベルを申し上げますとですね、まあ標準以下かなと、やや簡単かなというふうに思いましたね。ですから、まあ合格ラインを、お話しさせていただきますと、まあ、やっぱり4割は超えてほしいかなっていう、あ、ごめんなさい、50点満点ですから、まあ、40点ぐらいは欲しいかなというふうに思いますね。42、3点は必要なのかなというふうに思いますね。まあ、うまくいけば50点、丸々取っていただきたいかなっていう、そういったレベルの問題ですね。で一方でね、マクロ経済学なんですけど、まあ、これは非常に難しくてですね、まあ、10点、15点、まあ、何かしら書いて取れればいいかなという、まあ、そういったレベルの問題で、まあ、非常にですね、難しい、やたら難しいというふうに思っていただければと思いますね。ですから、まあ、ミクロとマクロのこのレベルの差って何だろうなというふうに、私は本当にこの夏、答えをね、作りながら思ってたんですけども、本当にミクロ経済学の問題はですね、まあ、標準ちょっと以下かなということで、まあ、例えて言うと、まあ、リトルリーグのそのピッチャーがね、リトルリーグで、まあ、ピッチャーが投げてる球ぐらいな感じで、一方でマクロの方はね、もう本当に大リーグのメジャーの大谷さんがもう思いっきり投げてるような、そんなレベルの球かなということで、まあ、それぐらいの差があったかなというふうに思いますね。では、早速ですけども見ていきますが、まず括弧の1番ですね、まあ、独占のですね、余剰分析ということで計算問題なんですけども、まずこの丸1番ですね、しっかりとですね、余剰分析ですね、計算、答えをね、出していただければと思いますね。まあ、おそらく丸1丸2、それから括弧2の丸1丸2なんですけども、まあ、12、3点ぐらい配点が乗っかってるのかなというふうに思いますけども、まあ、きちんとね、計算はできてほしかったかなというふうに思いますね。丸1も丸2もですね。で、あとですね、
説明もしてほしいと、具体的に計算するとともにですね、まあ、説明も、説明するとともにというふうに丸1あるいは丸2のところでも書いてあると思いますので、まあ、したがってね、グラフなんかを使ってですね、まあ、例えば23ページにもグラフを書いておきましたけども、まあ、グラフをきっちり使ってですね、ここが例えば歯科重ですよと、あるいは丸2番に関してだったら、まあ、限界費用が上昇したということですから、まあ、限界費用曲線がですね、上にシフトしますよという、まあ、グラフもきちんとね、書いていただければなというふうに思いますね。で、括弧の2なんですけども、まあ、こちら、まあ、費用低減産業のですね、価格規制のお話で、まあ、丸1番はですね、限界費用価格形成原理、丸2番は平均費用価格形成原理ということで、まあ、特徴と問題点ということで、まあ、こちらも一つ12、3点割り当てられているのかなというふうに思いますが、まあ、こちらもですね、まあ、しっかりと書いてほしい内容かなというふうに思いますね。まあ、レックのですね、まあ、直前期の公開模擬試験でね、出させていただいたんですけど、私が出した方がずっと難しかったかなというふうに思いますね。例えばですね、34ページにですね、34ページ、35ページですけれども、まあ、全日本公開模擬試験でですね、1回目でこの費用低減産業を出させていただきましたけれども、ですね、まず余剰の損失ですね、まあ、この辺がですね、まあ、私の方で出させていただいたんですが、まあ、こちらがですね、今回丸1で、括弧1の丸1で問われておりましたし、それから先ほどの括弧2のですね、限界費用価格形成原理であるだとか平均費用価格形成原理であるだとか、まあ、そちらはこの括弧4と括弧5でですね、きっちりと出題させていただきまして、まあ、私の方ではメリットとそれからデメリットっていう、まあ、こういう言葉で出題させていただいたんですけども、まあ、問題文の方はね、特徴および問題点ということで、まあ、こちらもほとんどね、まあ、そのまま出てるかなというふうに思いましたので、まあ、私としてはね、まあ、結構皆さんが得点されていることを願っているといった感じですよね。まあ、本当にミクロとマクロのその問題のレベルの差がありましてですね、まあ、私はもう少しミクロも難しくてもいいんじゃないかなというふうに実は思っておりまして、まあ、例えば私の公開模擬試験であれば、例えばヤードスティック規制だとかオープンアクセス制度だとか、まあ、もう少しですね、最近のですね、その費用低減産業の規制のお話を入れてたんですけども、伝統的な規制で、まあ、出題が終わっているということで、まあ、ちょっとですね、不動産鑑定試験のレベルを考えると優しめなのかなと。まあ、国交省がですね、2015年に短期合格を可能とするようにテストを見直すというふうに言われておりますので、まあ、その表れなのかなとも思いますね。では今度マクロなんですけども、38ページですね、開けながら聞いていただければと思いますが、問題にですよね、経済成長のお話が出てしまいましてですね、まあ、経済成長はですね、なかなか私の講義でも扱うそういった場面がありませんで、そこのところは非常に申し訳ない限りなんですけども、ただ扱ってたとしてもですね、これは解けないかなと、まともにやったら解けないかなという問題でしたね。まあ、例えば一応ね、経済成長も扱ってなかったわけじゃなくてですね、ちょっと言い訳がましいかもしれませんけども、例えば41ページでズバリ的中試験員対策講座問題7と41ページですね、一応経済成長のお話がですね、まあ、私出題させていただいたんですけども、まあ、はっきり言って私が出題させていただいたレベルと、まあ、本試験のレベルだったらもう差がありすぎて、まあ、残念ながらこれだったら全然貢献できてないかなと、まあ、それぐらいまあ本試験の、ね、レベルは高かったかなというふうに、皆さん解釈していただければと思いますね。で、まず括弧1ちょっと見ていただければと思いますけど、ページで言うとですね、38ページになりますかね。まあ、こちらはですね、ちょっと配点をですね、ざっとお話しさせていただきますと、まあ、括弧1がおそらく10点かなと、
で括弧には123とまたさらに小問がありますんで、まあ、括弧には30点で括弧4が10点ということで合計50点かなというふうに思いますけども、まあそうですね、括弧1ですね、まあなかなかこの式の展開なんかもですね、後ほど皆さんあのご自宅で、まあ、解答例見ていただければと思いますけど、まあ、コブダグラス型のですね生産関数でその収穫一定というのを示すね、そういった式の展開があるんですけども、まあ、なかなかやっぱりレベルは高いかなというふうに思いますので、まあ、これ10点をね、この括弧1 10点満点取った方はなかなか合格者の中でも少ないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただ、まあ、言葉の意味からですね連想して、まあ、ある程度ですね式は難しいんですけども、ちょっと31ページ見ていただければと思いますが、式の展開は難しいんですが、まあ、言葉ですね、まあ、こちらある程度ね書いていただけたらよかったかなというふうに思いますね。まあ、ちょっと、一応覚えておいていただきたいかなというふうに思いまして、マーカー引いておきましたけど、規模に関して収穫一定という言葉なんですけども、この規模に関してのところなんですけども、まずねこの生産要素ですね、まあ、生産要素っていうのは今回ですね K 資本量ですね、 H っていうのはまあ人的資本量ということなんですけども、その K と H っていうのが生産要素なんですけど、この生産要素の規模をですね一定倍増加するんですね。これがまず規模、一番初めのところです。で生産要素、まあ、例えば、K、資本量とですねそれが人的資本量ですね、この2つを2倍ずつ増やすんですよ。2倍ずつ増やす、そうすると、まあ、収穫、まあ、生産ですね、収穫も一定倍増、まあ、つまり生産量も2倍に増えると、ね、だから生産要素を、まあ、2倍に増やせば、まあ、収穫も、2倍に増えるよと、これが収穫一定というね、意味なんですね。生産要素の規模を一定倍すると収穫も一定倍増加すると、ね、K と H を2倍ずつ増やせば、その収穫つまり生産量 Y も2倍増えるよと、これが収穫一定ということなんですけども、まあちょっとね言葉を見ていただいてですね、まあ、それで、まあ、その言葉からねちょっと連想して、ある程度書いてほしいかなということなんですけど、なかなかここまでね書くの難しいかもしれませんけど、何か書いていただければ、いくらか点数は入るかなというふうに私は思ってるんですけども、何か書いていただければ、まあ、2点ないしは3点ぐらい入ってくるのかなというふうに思ってますけどね。まあ、ここまで書くのはちょっと難しいかもしれませんけど、何かしらちょっとね書いていただきたかったかなと。で今度その次で、27ページちょっと見ていただければと思いますけど、括弧の2番なんですね、経済成長モデルのお話で、これは非常に難しいですよね。括弧2のところですね、ごめんなさい、26ページですね、経済成長モデルということで、内政成長共和国っていう言葉が出てきておりますけど、マクロ経済学でこういう、ね、分野があるんですよね。一応ちょっとご紹介だけさせていただきますけど、内政的成長理論ですね、これが出ちゃったということで、非常に、まあ、レベルは高いかなというふうに思いますね。内政的成長理論、ポール、まあ、内政的成長理論、ポール・ローマーというですね、まあ、方がいらっしゃるんですけども、まあ、スタンフォード大学の教授をやっている方で、まあ、おそらくノーベル賞を取るんじゃないかっていうふうに言われている方なんですけども、経済成長の分野っていうのは、まあ、皆さんご存知のハロッド・ドーマーモデルであるだとか、あるいは、2014年に大野先生という方が出題したソロースワンモデル、新古典派の経済成長モデルっていうのがあると思うんですけども、まあ、それを、またさらにバージョンアップさせているのがですね、この内政的成長理論ということで、まあ、本当にここまで、レベル高いの出ちゃったんだなというのが、まあ、私の、その感想ですね、率直なね。ですので、まあ、ここは正直言ってですね、答えるのは非常に難しいのかなというふうに思いますね。で、まあ、じゃあ内政的成長理論って実際何かなっていうと、経済成長ってですね、技術の進歩っていうのがとても大切なんですよ。経済成長のその原因って何かなっていうと、まあ、例えば人の数が増えるだとか、あるいは資本量が増えるだとか、まあ、そういうのが経済成長のその原因なんですけど、まあ、それ以外にもですね、技術の進歩っていうのもありまして、むしろ技術の進歩の方が大切なんじゃないのかっていうふうに言われておりまして、その技術の進歩というものを、その内政的にね、モデルの中に組み込んでですね、
考えていってるのが内生的成長理論で、非常に経済学の中でも難しいそういった分野なんですよね。でソローモデルっていうのはその技術進歩を外生的、制御不能のものとして捉えてるんで、これよりもちょっと一歩ね、分かりやすい理論なんですけども、そういった意味では非常にレベルが高いですこちらね。ただ括弧2のその1番ですね、こちらはレベルは高いながらもですね、数式をですね、使ってですね、実はそんなに難しく展開することによって求めることができますので、この、31ページなんですけれども、31ページのですね、この括弧2の括弧1ちょっと見ていただければこんな感じで解くんだよということなんですけれども、このコブダグラス型の生産関数というのがありますけれども、ここにですねそれぞれ代入していくんですよね。この KT プラス1イコールなんとかかんとかっていう式はですね、これ問題文に与えられておりますよね。で一方でそのヒューマンリソース H ですね、人的資本なんですけども、人的資本の式は問題文の括弧2のところに、載っておりますので、この2つをですねこの生産関数に代入するんですよね。この2つを生産関数に代入してですね、あとはひたすら解いていくと、コブダグラス型生産関数にその資本量の式を資本量を表している式と、それからヒューマンリソース人的資本ですね、これを表している式、この2本を代入して、代入することによって32ページなんですけれども、このねこういうふうにですね、 y の2乗っていうのが中にこうルートの中に出てくるんで、2乗っていうのは2を取っ払ってルートから取ることができますんで、こういうふうになると。でさらにですね、ここの2つ目の式なんですけども、2つ目の式というのは両辺にですね y1 をですねマイナスするんですね。両辺に y マイナス y1 をね両辺にこうね加えるというか、両辺に y1 をこのマイナス y1 をこう置いてあげると。でさらに両辺を y1 で割ってあげると、このような問題文でこの示しなさいという式の形になるということで、この式変形ですね、数学数式をあんまりいじくることをしていない方にとってはちょっと難しいとは思うんですけれども、なんとかですね頑張って集中力を発揮してここまで行っていただきたかったかなと思いますけれども、ただね正直な感想といたしましては、これはちょっとね数学の問題のような気がしますので、問題としてはちょっとね厳しい問題だったかなというふうに思いますが、できればここもですね代入して何とか展開するということで、その問われているね式の形に何とか示していただければと思っております。そういうふうに示していただければよかったかなと思いますけどね。できればここ式の展開ということで、10点ね、おそらく配点ありますけど、10点に近い点をね取ってほしいとは思っております。で今度括弧の2番です。ページで言いますとですね27ページになりますけども、経済成長率を最も大きくする所得税率を求めなさいということで、これは最大化問題ですよね。で最大化問題というのは微分してイコールゼロと置いて、それで資金展開してって解くということで、これは多くの方が分かってるかなというふうに思いますけれども、しかしながらこれ非常に難しいんですよね。解説の29ページのですね指針のところにもちょっと書いておきましたけれども、29ページの下の、ですね、29ページの、しかし以降の、29ページの括弧2のですね、1、2、3、4、5、6、6行目の後半ですね、一応ちょっと読んでいきますけども、括弧1の式ですね、これ、今回、税率がこれ、タウというふうに読むんですけど、ギリシャ文字なんですけどね、タウで微分してイコールゼロと、これが最大化問題を解くということなんですけども、しかしながら今回非常に難しくて、これ合成関数の微分の公式っていうのをちょっと知らないとですね、きちんと解けないようになってるんですよね。ですから、これ答えが2分の1なんですけども、2分の1まで出すのはですね、非常にレベルが高かったのかなというふうに思いますね。
まあ、微分してイコールゼロと、そこまではいけると思うんですけど、実際解くのは結構難しかったのかなと。なぜならば難しい数学の公式をちょっと使わないと厳しいからと。まあ、他にも実はアプローチはなくはないんですけども、まあ、基本的にはその微分これを使ってね解きますん でこれを解くにはちょっとね難しい数学が必要だったということで、ですからまああのですね、微分してイコールゼロというのを示していただければですね、そうですね、まあ3点とか4点とかですね、点が来るのではないのかなというふうに思ってるんですけどね、微分してイコールゼロというところまでは示してほしかったかなというふうに思っておりますね。でまた27ページに戻っていただきまして、今度3番ですけども、内政成長共和国においてということで、まあ、選択問題になりますけどね、でこれは、まあ、うが正解になるわけなんですけども、これね、なぜうなのかっていうと、ですね、32ページちょっと見ていただければと思いますね。32ページの補足ですね、こちらちょっと見ていただければと思いますけれども、まあこういう式がですね、その括弧の2のですね、括弧の1で示されているわけなんですけれども、まあ、この式というのは縦軸、あのグラフで言いますとですね、縦軸がこの経済成長率になっているわけなんですよね。で横軸が t なんですよ。横軸が t。でここでちょっとね誤解を招きそうなんですけども、ちょっと27ページも見ながらということなんですけど、ここのですね t とですね、ここの t とそれからここを間違えないようにしていただきたいんですよね。ここですね、このですね経済成長率を表している式っていうのはこれ tau なんですよ。 tau っていうのは税率なんですよ。で今回あのグラフの方は横軸が t ということで、 t これ時間なんですよね。ですからこの横軸は時間で税率は t であるという、まあ、そこをちょっと明確にですね区別してまずいただく必要があるんですよね。でそこを踏まえた上でまた30ですね2ページに戻りますけども、この式ですね、32ページのこちらの補足のところにあるこの式なんですけど、見ていただければと思いますが、縦軸イコールの形で、そして右辺なんですけど、右辺のここにですね、いろんな文字がこれ入り込んでるわけなんですけども、t が入ってないじゃないですか。ね、この式の中に t が全然入ってないんですよ。t を含まないと、ね、いうことなんですね。t を含まない。そして a、a というのは何だったのかなっていうと、問題文にありましたけど、定数なんですよ。ですね、26ページちょっと見ていただければと思いますけど、26ページにこちらにありますけど、 A というのはですね0よりも大きいという、26ページの一番下ですけども、0よりも大きいという、まあ、定数なんですね。定まった数なんですね。ですか、ね、一方でまた32ページに戻りますけど、 S というのはこれ貯蓄率ということで、貯蓄率っていうのはこれ一応問題文でも経済成長モデルのところにこれ書いておりますけど、こちらですね26ページの経済成長モデルのところに書いてありますけど、貯蓄率っていうのは0を0より大きくて1より小さいということで、これもやっぱり定数なんですよ。でそれから32ページのところにまた戻りまして、このタウですね、税率なんですけど、税率っていうのもやっぱり今回また26ページに戻っていただきました経済成長モデルのところで、こちらタウっていうのも0よりも大きくて1よりも小さいということ、これも定数なんですよね。ですかね。ですから32ページにまた戻りますが、この右辺というのはですね、この文字がいっぱい出てきておりますけども、全部定数なんですよね。ですから時間にかかわらず、ね、時間 t にかかわらず定数の値がここに入り込んでいるということで、ね、したがってですね、この t の値にかかわらず定まった数になるということでありますから、 t の数にかかわらず、 t の大きさにかかわらず定まった数になるというのは、定まった値になるというのは、この u 以外ちょっとありえないんですよね。ですかね。t が増えたりする、増えたり減ったりするとですね、このね経済成長率が例えばあとかいとかえっていうのは変動してるんですよ。ですけどもうというのはt が動いてもそのね経済成長率は一定ということで、ね、まあこのですね、この
まあ、定数ですから、このですね、こちらこの式が定数ですから、定数というのは、まあ、このね、一定というのをこう表しますんで、まあ、したがってこれ右以外はちょっとありえないかなということですね。まあね、このね、青を選んだ方もちょっと実はちょっといらっしゃるのかなというふうに思うんですよね。というのはこのルートっていうのはこれ無理関数というふうに言いまして、無理関数っていうのはこういう形を取りますから、まああにしちゃった方もいるかもしれませんけど、まあこのね、式の右辺ですね、全てまあ定数であるなと、こういうことから定数であればですね、まあ、まあ水平かなと、一定の値を取るなということですよね。であとこっちから申し上げればよかったかもしれませんけど、まあ、T のところでですね、 T のところで貯蓄率を上げたわけですよね。 T のところで貯蓄率を上げると、で貯蓄率を上げるということは、この27ページのですね、この成長率を表している式なんですけど、この S のところが大きくなるということですね。 S のところが大きくなるということは、大きくなる前よりも経済成長率が大きくなるということで、まあ、したがってですね、この T のところで貯蓄率を増やしましたので、経済成長率が高まるんで、このね、経済成長率が高まる方向性に点が移動するということで、まあ、このようにね、まあ、点がね移動してるっていうのを、まあ、このグラフは表しているということになるんですけど、ですかね。まあ、あの貯蓄が増えればですね、まあ、なぜ成長率が上がるのかというと、まあ、貯蓄が増加するということは、まあ、要は民間の投資が増えると。で、民間の投資が増えるということは、まあ、生産設備が拡大するということで生産量が増えるという、まあ、そういった流れで経済成長率が高まるということで、まあ、したがってこう、ね、貯蓄の増加で経済成長率が、ね、高まったということですね。まあ、3番ということだったんですけど、まあ、こちらもね、まあ、できては欲しいと思いますけど、なかなか難しいということで、まあ、取れなくても、まあ、それほど差はつかないのかなというふうに思いますね。ですから、まあ、2番に関して言えばですね、まあ、括弧2番の括弧1に関してはちょっとできてほしいと。で、2番の括弧2に関しては、まあ、微分してイコール0というふうに示してほしいと。で、括弧3は、まあ、4分の1で当たったらラッキーと、まあ、そんな感じなんでしょうかね。で、括弧の3番ですね、まあ、こちらは非常に難しいですよね。非常に難しいので、こちらもほとんど差がつかないかなというふうに思いますけれども、まあ、示していただきたいのはここだけですね。28ページですね、貯蓄率をこの T のところで、貯蓄率を T のところで上げたんですよね。貯蓄率をT のところで上げましたんで、まあ、したがってこの時経済成長率が高まると、まあ、この説明はちょっと入れてほしいかなというふうに思いますね。貯蓄率が上がると、まあ、要は貯蓄額が増大すると。で、貯蓄額が増大すると民間の投資にその分だけお金が回り、まあ、生産設備が整うということで生産量が増え、経済成長率が高まるということで、貯蓄率の上昇、それは経済成長率を高めるんだと、まあ、そこの説明が、まあ、あれば、まあ、何点か取れるかなと。で、これが実は提言していくというのは非常に結構説明するのは厄介で、まあ、そこまで説明できた方はおそらくね、まあ、トップ答案を書く方でも、いらっしゃらなかったんじゃないのかなとは思うんですけどね。ですから、その貯蓄率の上昇で経済成長率が高まる、そんなところはちょっと示していただきたいんですけれども、まあ、そこをちょっとですね、示せればですね、まあ、2、3点取れてるのかなというふうに思いますけどね。ですから、まあ、何らかのことを書いていただいて、それでまあ部分点を取るということになるかなというふうに思いますけれども、まあ、ですから、まあ問題2に関しては、まあ10点、それぐらい10点から15点ですね、まあ、取れればラッキーかなということで、まあ、ですからミクロでは40点から45点取っていただいて、まあ、マクロでは10点15点もぎ取るということで、まあ、頑張ってそれでまあ6割に近づく、まあ、そういった感じになるのかなというふうに経済学はね、私の方では持っております。ではですね、引き続きましてですね、私の方で会計学もやらせていただきますが、会計学に関してはですね、まあ、非常にですね、標準的な問題で、いい問題だなというふうに思いますね。
経済学は非常にですね、先ほど申し上げましたようにマクロ経済学が難しいということで、本当にマクロ経済学ですね、村瀬先生という方がねマクロを出されているんですけど、2015年から登場ということで、村瀬先生は2016年から登場なんですけど、2015年のですね時は経済学のですね平均点が 61.9 点だったんですけども、村瀬先生が登場した2016年には 39.8 点平均点が、そして2017年には 35.9 点ということで、村瀬先生が平均点を15点から20点、ね、押し下げているということになっているんですけども、ですね、それに対して、会計学の方はですね、非常に標準的な問題で良かったかなというふうに思いますね。ただ会計学は標準的とはいえ結構平均点が低めなんですよね。2014年から私ちょっとデータ持ってきたんですけど、大体4割をよくて超えて、4割を平均で下回るということが多いので、合格レベルの方からするとですね、結構簡単に見えるかもしれませんけど、意外にですね、このぐらいのレベルがちょうど良かったのかなというふうに、思いますけどね。では、43ページ開けながらですね、聞いていただければと思いますけれども、まず問題1ですね、こちらは山田先生という、ね、方が出題されたんじゃないかなということで、収益とか費用、それから対応、収益費用の認識、それから対応のに関する問題ですよね。収益とか費用の認識、あるいは対応というお話はですね、例えば不動産鑑定士であればですね、やっぱり知っておいてほしい、そういった内容ですよね。例えば賃貸用、販売用不動産であるだとか、賃貸等不動産であるだとか、そういったところにも絡むですね、お話でありますので、こういった問題は非常に良問かなというふうに思いますね。で、括弧1なんですけども、企業会計原則から出題ということで、非常に古臭いなというふうに、ね、思われている方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり今ですね、概念フレームワークなどの新しい概念が入ってきておりますけど、その概念フレームワークなんかのですね、非常にベースになっているのがやっぱり企業会計原則であったりしますので、やっぱりね、この辺のところはしっかりと勉強する必要があるということで、山田先生は出題されているということですよね。で、ですね、配点なんかも、こちらの方は44ページでですね、配点なんかは具体的に入れておりますので、44ページ見ながらの方がいいかもしれませんね。44ページの問1ですね、括弧1の丸1ということで、予想の配点なんですけど、こちらは8点ということなんですけども、ここにも書いておきましたけど、最低半分ですね、欲しいかなというふうに思いますね。この穴埋め問題って意外にね、結構その言われればっていうふうに思うんですけども、意外に結構入れるのは、実は簡単じゃないということで、半分ぐらいかなと、半分ちょっと超えればいいかなというふうに思っております。でそれから今度丸2番なんですけども、期間を媒介とした結びつきということでありましてですね、これ期間的対応と言われるものなんですけども、例えば売上高と販売費及び一般管理費ということで、一般販売費及び一般管理費というのは例えばですね、人件費、例えば経理部門だとか本社の経理部門だとか総務部門なんかでかかっている人件費ということで、そういった人件費というのは売上高とですね、その売上という、収益とその個別に対応関係を結ぶっていうのが結構難しい、その対応が不明確であることが多くてですね、それで期間で収益と費用を対応させるっていう、それが期間的対応になるわけなんですけども、そういったお話をですね、書いていただければと思いますね。こちらは大体配点5点ぐらいかなということなんですけども、ごめんなさい、配点が、ですね、そうですね、5点ぐらいなんですかなというふうに思いますが、書いてほしいかなというふうな内容ですね。で、括弧2、括弧3は基本問題ということで、こちらはですね、繰延資産の定義、それから引当金の4要件ということで、9点、8点というふうに予想しておりますけれども、こちらも9点、8点、しっかりと満点ね、取ってほしいかなというふうに思っておりますね。
で、問題児の問いなんですけれども、収益と費用の対応原則とですね、発生主義の関係ということで、まあ、配点はですね、10点なんですけれども、まあ、10点ですね、まあ、なるべく取っていただきたいんですが、まあ、8点、7点、それぐらいで大丈夫なんじゃないのかなというふうに思っておりますね。まあ、費用というのは基本的にですね、まあ、経済的価値が非常したらまあ費用として捉えるんですけれども、しかしながらその収益との対応関係がないものはその期に費用として計上しないということで、対応原則っていうのもね絡んでくるという、そこのところをしっかりとね書いてほしいかなというふうに思いますね。でそれからまあ問3ですね、こちらはですね何書いていいのかなかなかわからないというふうなね感想なんかもあったんじゃないかなというふうに思います。抽象的な資産、それから抽象的な負債というねそういった言葉が出てきておりますので、まあ、なかなか難しい言葉が出ちゃってるなというふうに思いますけれども、ちょっとね46ページのところ、ちょっと映しますが、この抽象的な資産ということで、まあ、レックの、ね、回答例では栗延べ資産、それからまあ抽象的な負債の方では引当金、これを挙げております。これ問題文の流れを見ていただければですね、まあまあ、大体いいかなというふうに思うんですけども、括弧2番で、ね、栗延べ資産、そして括弧3番で引当金ということですから、この、そういった流れで来ておりますので、問い3でそれを使うというのが、まあ、自然な流れかなということで、まあ、回答例でもそのようにして、あります。でそもそも栗延べ資産というのは換金価値がないものでありますよね。でそれから、まあ、その非債務性引当金というのはこのね、まあ、債務じゃないわけですよね。ですから、まあ、換金価値がない、栗延べ資産、それから、まあ、非債務性ということで債務じゃない負債ということで、この栗延べ資産も非債務性引当金もですね、まあ、抽象的なものっていうふうに考えることができるわけなんですよね。で費用と収益を対応するというのを、まあ、重視しますとですね、まあ、そういったですね、その、まあ、資産性を有してない、あるいは、まあ、そういったね、法的な債務性を有してないですね、引当金のようなものを、まあ、積むこともですね、必要なのかなということなんですけれども、一方でですね、この46ページの、下から2行目後半なんですけど、企業の財政状態をですね、財産的な価値と捉えた場合はですね、まあ、こうした会計処理っていうのは換金価値のないものを上げていいのと、債務じゃないものを乗っけていいのと、まあ、そういった、ね、批判なんかも出てくるということで、まあ、こんなところなんかを、まあ、述べてほしかったかなということなんですが、まあ、配点はですね10点で確か考えておりますけども、まあ、5点ぐらい、まあ、何か書いていただいて5点ぐらいね、取っていただければと思っております。では、今度問題2の方ですね。47ページなんですけども、有形固定資産ですね、47ページ開けながら見ていただければと思いますけど、まあ、こちらはおそらく坂上先生かなということで、まあ、やっぱり有形固定資産の中で不動産の占める割合というのは高いですから、やっぱり有形固定資産の内容をしっかりと理解しておくということが鑑定士には必要なのかなというふうに思いますので、まあ、私としてはいい問題、標準的な問題というふうに思いますね。でやっぱりここでも、企業会計原則が問われているということで、まあ、やっぱりね、基本的なところということで、まあ、こういったところは大切にしてほしいということが、まあ、試験員のメッセージなのかなというふうに思いますね。まあ、こちらも、そうですね、配点はですね48ページのところに書いておりますが、まあ、8点とさせていただいておりますけど、まあ、半分以上欲しいかなというふうに思っておりますけどね。で次括弧の2番なんですけども、まあ、交換ですね、有形固定資産の交換ということで、まあ、3つの考え方が基本的にはあるわけなんですけども、この括弧の2番の2行目後半ですね、譲渡資産と同一種類かつ同一用途ということですから、まあ、これ投資の継続性というキーワードを思い出していただいてですね、まあ、48ページのところちょっとマーカー引いておきますけども、こちらですね、この投資の継続性ですね、まあ、このキーワードですね入れていただいて、まあ、同一種類、それから同一用途、まあ、例えば何でもいいんですけども、まあ、車だとかね、そういったね、同じ種類、そして同一用途のものを交換しているわけですから、まあ、投資が継続しているというふうに捉えていただいてですね、まあ、その取得原価をですね、時価としないというね、そういった考え方に基づいてやっているということをね、書いていただければと思いますね。
で、それから今度括弧の3番になりますけども、資本的支出と収益的支出ということで、これファイナル模試でね、確か出してたと思いますけども、まあですね、会計学のですね、とても大切な考え方ということで、まあ、ファイナル受けていただいた方は結構できたのかなというふうに思いますけども、まあ、こちらはですね20点で考えておりますけども、まあ、そうですね10点15点ちょっと欲しい内容かなと思いますね。で、括弧の4番計算ということで、まあ、計算機持ち込み可の割にはですね、まあ、それほどこう、ね、ハードな問題ではないということなんですけども、まあ、それほど配点は高くないかなというふうに思っておりますので、まあ、2点というふうに48ページのところでさせていただいておりますけども、まあそうですね、まあ、できなかったとしてもそんなに差はつきませんけども、まあですね、まあ計算対策講座とかではやってたお話ですし、まあ、いろんなそのね、今までの会計学の知識を使ってですね、取り組んでいただきたかったんですけども、まあ、できなかったとしてもそれほど差がつかないかなとは思っております。で、どれだけですね当たったのかっていうのを簡単にですね、申し上げておきますけども、まあ、50ページ51ページちょっと開けていただきましてですね、問題1のですね対応原則っていうのが、こちら、まあ、全日本公開模擬試験でですね、企業会計原則のところでちょっとね出させていただいておりますし、それから、まあ、栗野別さんですね、まあ、このお話、まあ、論文実践答練になってしまったんですけども、まあ、こちらでやらせていただいていると。そして51ページに行きまして、引き当て金ですけど、こちらもちょっとね論文実践答練になってしまったんですけども、やらせていただいてたと、いうお話ですね。それからまあ51ページで有形固定資産の取得限界についても、まあ、実践になってしまってんですけどやってたと。で、それから52ページ先ほど申し上げましたけども、その収益的支出と資本的支出ファイナルでですねやらせていただいてたということで、まあ、ファイナルやってた方には特にねできてほしかった内容かなと思っております。私の方から、まあ、以上になりますけども、経済学は、ね、非常に大変だったですけども、会計学に関しては標準的な問題だったかなということで、まあ、会計でちょっと稼ぐといった感じなのかなと思っております。では、以上とさせていただきます。はい、では最後鑑定理論担当しますレックス専任講師の川原です。ではお手元を今度は鑑定理論のレジュメを準備してください。はい、こちらを使って解説をしていきます。ではまずは論文の方から確認をしていきます。ではページ開いていただいて1ページ目見てください。はい、論文問題1問目はじゃあ下の、合格答案の指針というところですね、そちらをちょっと見てください。本問は総論第3章個別的要因総論第8章内覧の省略及び各論第3章証券化対象不動産の個別的要因の調査に関する平成26年改正の理解を中心に問う問題でした。ズバリ改正論点が問題1ということになってきます。じゃあ個別に見ていきましょう。問題文見てください。小問の1の丸1はズバリ、建物の各用途に共通する個別的要因、基準上9個上がってるんですが、そのうち5個が挙げられてますよね。この5個というのはズバリ留意事項が示されている5つですので、ズバリ留意事項をしっかりと引用してくださいというのが丸1の題ということになってきます。続いて小問1の丸2ですね、事務所ビルの個別的要因留意すべき事項を述べるということになってきます。用途ごとに特に重視すべき個別的要因が、4つの用途、その中には事務所ビルがありますので、ズバリ事務所ビルで特に留意すべき個別的要因留意事項をしっかり引用するというのが丸2の題ということになってきます。で、続いて小問の2、建物およびその敷地の個別的要因主なものを挙げて説明をしていくということになってきます。主なものとしては大きく2つですかね、建物と敷地との適用の状態と、まあ、修繕計画管理、管理計画の領域その実施の状態ですかね、この2つで、後者の方には留意事項がありますので、まあ、それを引用すればいいんですが、まあ、前者ですよね、建物等と敷地との適用の状態、まあ、どんな形で留意すべき事項を、ね、書けばよかったかといいますと、まあ、基礎を重視しまして、じゃあ回答例見ましょうかね。じゃあ3ページ回答例見てください。はい、3ページ回答例で、上ですね、小問2について。で、縦2のところを見てください。縦2のところを見てください。
建物等と敷地との適用の状態については、均衡の原則を活用し、敷地内における建物、駐車場、通路、庭等の配置、建物と敷地の規模の対応関係等に特に留意する必要がある。まあ、この程度で十分です。適用状態、バランス状態としましては、具体的には2つですね。配置のバランスと、まあ、規模のバランス、これらを、まあ、キーワードとしては、均衡の原則を活用して、まあ、チェックしなさいということですね。まあ、こういったことを、ね、論証してほしかったということになってきます。難しいことは聞かれていません。基準ベースにある程度自分の知識で、つまり均衡の原則ってキーワードを書いて説明すれば十分な回答になってくるということになってきます。また問題文戻っていただきまして、1ページ、正門さんですね。正門さん前段は、まあ、改正分野ですね、内覧省略ですよね。まあ、再評価の場合の内覧省略、留意事項があります。過去に自ら内覧していて、かつ個別適用について重要な変化がない場合、この留意事項についてしっかりと引用するのが大ということになってきます。じゃあ後半はってことですね。後半が難しかったんですよね、大把握が。後半は証券化対象不動産の個別適用の調査にあたっての、まあ、留意事項ということになってきます。いろいろ書き方は考えられると思うんですが、多分試験員が聞きたかったのは、はい、下の合格の答案の指針のところの最終2行のところを見てください。一番下最終2行、なお正門さん前段は講談は前段との関連を踏まえ、証券化対象不動産の再評価における内覧の省略に係る留意事項を引用することが大事と考えられます。前段後段に分かれているわけですね。後段というのはやっぱり前段を踏まえて論証する必要がありますので、ズバリ証券化対象不動産の場面であったとしても再評価の場合内覧省略することができるんだって留意事項があります。多分それを引用してくださいというのがこの問題の意図だったと思います。そういった論証ができたかどうかが後段のポイントということになってきます。ズバリこの問題1は、では合格答案の指針の第2段落、真ん中の段落見てください。留意事項の暗記の精度以下が点差に現れる問題であり、またボリュームがあるため2ページの回答用紙に収めるための答案構成力も試される、まあ、そういった問題であったということになってきます。ズバリ改正に関わる、まあ、留意事項ですよね。まあ、細かいとは思うんですが、それらをしっかりと引用できたかどうか、あとはこの問題は結構書こうと思えばいろいろ書けちゃうわけなんですね。なので結構答案構成の段階で、まあ、ここは割愛しようとか、そういった判断が求められていた、こう2ページ内にうまく収めることが必要な、まあ、そういった問題がこの問題1だったということになってきます。では続いて問題2ですね、4ページ進んでください。はい、で4ページ下、やはり合格答案の指針というところを見てください。本問は総論第7章、賃料を求める場合の一般的留意事項について基礎的な知識を幅広く問う問題です。まあ、典型論点の問題だったということになってきます。で個別に見ていきますと、上の問題文、正問1は、実質賃料の意義と、あとは実質賃料どのようなもので成り立っているのか、まあ、構成要素ですねを述べるということになっていきます。まあ、淡々と基準を引用すればいいんですが、まあ、構成要素としましては純賃料プラス必要初期費等なので、必要初期費等としては積算法のところから具体的な項目を、ね、こう引っ張ってきてほしかったというのが回答例ということになってきます。で正問に、支払い賃料の意義と、あとは実質賃料の関係ということになってきます。まあ、ここも基本的にはね、基準を淡々と引用すればよくて、で社内賃料と実質賃料の関連が聞かれた場合には、その現れであります支払い賃料の求め方までしっかりと論じてほしかったということになってきます。で正門の3、実質賃料を求めることが原則とされているが、支払い賃料を求めることができる場合とはどんな場合かということですね。ここもう難しく考えすぎないということです。もう単純に基準の全文的な基準を単純にこれ引用すればいいだけです。原則実質賃料もろもろ条件付されて支払い賃料を求めることを依頼された場合には、実質賃料とともにその一部である支払い賃料を求めることができる、この基準を単純にもう引用すればこれ事足りる、そういった問題ということになってきます。で正問の4、支払い賃料の鑑定評価の場面における鑑定評価報告書への記載ということになってきます。まあ、大きく2つですかね、括弧書きで併記と、あとはまあその他のところに実質賃料と支払い賃料の関連ですね、まあ、この2つを記載事項として挙げてほしかったということになってきます。
で最後、証文の後ですね、前払いと預かり金ですね、これら一時金の特徴を説明していくということになってきます。はい、下の合格答案の指針の第2段落見てください。第2段落、証文4まではほぼ基準の引用で対応できる問題であり、証文5における一時金の説明がポイント、まあ、勝負ところとなってきます。説明にあたっては単なる名称にとらわれることなく実態を把握といったキーワードを示すことが重要となっていきます。まあ、ここが本文での勝負どころですかね。一時金が出た場合にはもうズバリこのキーワード、単なる名称にとらわれることなく実態を把握ってことですね。でプラスできれば、例えば敷金であったとしても実態的に一部が焼却される場合には前払いとして扱っていくんだ、こういった具体例を示すると、まあ、深い理解を試験にアピールできるということになってきます。まあ、この、ね、証文の後いかに丁寧に説明していくのかというのが勝負どころの問題にということになってきます。はい、では問題3ですね、7ページ移ってください。はい、やはり下の合格答案の指針のところを見てください。問題3、本文は総論第5章価格の種類のうち過去の本試験においても繰り返し出題されている限定価格の基礎的な知識を問う問題です。ズバリこちらも典型論点の問題ということになってきます。で問題文で確認していきますと、証文の1は、限定価格、あとは、価格の種類どう判断されどう明確にされるべきか、要はここも難しく考えすぎずに、要は価格の種類の確定を述べた上で必要性を述べた上で限定価格の意義をその後述べていけばいいんだということです。価格の種類の確定の必要性を述べた上で限定価格の定義を中心に何かしら意義を説明するというのが証文1の題ということになっていきます。で証文2、借地権者が底地を併合する場合ですね。で証文3が隣接する A、B 土地の所有者が A 土地を取得する場合ですね。証文2が限定価格を求める場合の例示の1番目で、証文3が例示の2番目ということですよね。で特にこの問題は証文の3ですよね。事例が設定されてますよね。もともと A、B の土地形が悪かった不整形だったのに一体となった B 土地は、長方形状ですね、まあ、整形地になってるんだと。あとはそれぞれ600平米、400平米だったのが1000平米に各地規模が拡大しています。まあ、こういったこと、あとさらには本文はそれぞれの土地商業地域内に存していて、いずれも高層事務所ビル用地が最優先仕様なんだってことです。まあ、こういった事例を踏まえて、はい、下の合格答案の指針の第2段落見てください。証文2、3においては造文価値が生じることを丁寧に説明する必要があります。価格の種類の問題が出た場合にはズバリポイントになるのはなぜその価格の種類として求めるのか、これを丁寧に説明することがポイントになってきます。なので本文でもなぜ限定価格として求めるのか、つまりなぜ造文価値が生じるのかを丁寧に論じることが重要になってきます。特にってことですね。続きの文章、事例問題である証文さんにおいては収益性と着眼点を踏まえて各地規模の拡大、整形地となるといったキーワードを用いた説明が重要となってきます。事例に即した、まあ、当てはめ的な説明ですよね。特に収益性という着眼点です。単に各地規模が拡大とか形が整うとかじゃなくて、それがどう収益性に影響を与えるのかまでしっかりと説明できたかどうかがポイントです。各地規模が広がることによって基準界面積が広い収益性の高い大きな事務所ビルが建てられるようになるとか、そういったことまでちゃんと説明できたかどうかがここではポイントになってくる。で、多分今回の論文問題4問の中で一番合格者レベルの中でも結構点差がつくのがこの問題3の証文の3だと思います。この事例に即した丁寧な論証をどれだけできたかどうかが結構、ね、今回ですと合否を分けたんじゃないかなと気がしています。勝負どころがこの問題3のこの証文さんの事例の当てはめだったということになってきます。はい、では最後問題4ですね、10ページ進んでください。はい、やはり下の合格答案の指針のところを見てください。本文は総論第7章収益還元法のうち事業用不動産を中心とした平成26年改正の理解を問う問題となっています。やはり改正論点ということになってきます。で個別に見ていきますと、上の問題文、証文の1は収益還元法の定義、
加えてその有効性ですね、以上簡潔にとの指示があります。まあ、淡々と定義を述べて、有効性としましては、このレックが作った模範解答例は、こう簡潔にって表現が入ってますので、特に有効な場合に限定した一応論証になっています。有効性全般述べてもいいと思うんですけど、結構ボリュームが出てきてしまいますので、簡潔にってね、そういう題を踏まえてある程度コンパクトに、もしも有効性全般述べるならばコンパクトに論じる必要があります。それを踏まえて、私が作った解答例は特に有効な場合に限定したような、そういった、ね、論証になっています。で、続いてまた問題文10ページ。小物には、賃貸以外の事業の用に供する不動産の総収益の算定方法ということです。ズバリこれ原則例外論ですね。原則は売上高、ただ例外的に収益分析法の考え方を踏まえて、支払い賃料と相当額として把握するやり方と、あとは賃貸を想定して、賃貸事例比較を順用して支払い賃料等として求めるやり方ですね。この原則例外論を淡々と指摘するというのが第一ということになってきます。で、証文の3ですね、丸1が事業用不動産の定義、あとは具体例ということですね。淡々と留意事項に定義と具体例が示されてますので、引用していくのが大事ということになってきます。で、証文に前段が、依頼者から提出された事業計画の取り扱いということですね。これズバリやはり留意事項があります。有用な資料なんですけど、これだけに依拠するんじゃなくて、通常想定される事業者の視点に立ってチェックしなければならないんだって留意事項があります。この留意事項を淡々と引用すれば事足りるのがこの前半ということになってきます。で、後半、事業用不動産なんだけど、現に賃貸借のように供されている場合の総収益の把握ということです。これもズバリもう留意事項があります。これ賃貸用不動産なので、総収益としては支払い賃料等として求めていきます。ただ、このね、今もらえている賃料等々が、将来的に安定的に受け取ることが、収受することができるのか、事業採算性の観点からチェックする必要があるんだという留意事項があります。その留意事項を引用することが、講談の第一ということになっています。で、最後、丸三ですね。事業用不動産の総収益の把握にあたっての関連性の深いですね、関連性を有する原則を一つ挙げて説明するという問題になっています。ズバリやっぱり関連すべき原則としては、収益配分の原則をぜひ挙げてほしかったところです。もちろん他の原則でもちゃんと論理的に説明できていればいいんですけど、多分この試験委員はこの証文さんなんですけど、丸1から丸3にかけて、これ留意事項の順番通りに聞いてるんですね。上からどんどん、ね、順番通り聞いています。だから丸3はこれ何を書いてほしかったかというと、収益配分の原則の活用を絡めて、ズバリ優れた経営能力の場合の超過収益の取り扱いですね、これを多分書いてほしかったんだと思います。そのためにこの収益配分の原則を活用するんだって表現で示してくださいってことですね。多分そういった題だと思います。こう淡々と上から留意事項を聞いてますので、丸さんっていうのはズバリ超過収益の取り扱い、収益配分の原則と絡めて論じてほしかった、そういった題ということになっています。で、踏まえて論文問題4問ですよね。半分の2問が改正分野ですよね。で、残りの2問が今回の典型論点でした。半分が改正論点出されるというのは、おととし、去年とずっと続いています。なので、皆さんね、改正分野はしっかりと、ね、対策できていたと思います。で、去年は残りの2問のうち1問が穴的な問題でしたので、若干解きづらかった部分もあったんですけど、今年はね、2問とも残り典型論点ですので、結構ね、去年と比べるとより書きやすい問題だったと思います。じゃあ、書きやすい問題だから、じゃあ差がつかないかというと、決してそんなことはないです。なんだかんだ言ってやっぱりミスをするわけですよね。大体今問題って証文が5つぐらい分かれてますよね。で、証文ごとに例えばこう1点何か取りこぼしてありますと、トータルで証文が5つあるということは、大体問題ごとに5点ぐらいやっぱり、ね、差がつきうるわけですね。で、それが4問分ってことは 5×4 で20点ぐらいは合格者レベルの中でも十分に差はつきます。こういった問題でも、だからいかに取りこぼしなくミスなく回答を作成することができるか、そういった意味では今回の問題4問というのはやはり実力がしっかりと現れるような、いい問題だったということになってきます。で、一応私が作ったこの回答例は、一応実際2時間の本試験で何とか書けるような基礎を重視した一応実践的な回答にしているつもりです。で、この回答例の多分
7割ぐらいかけていれば十分合格点クリアすることができると思います。まあ、どの問題もだいたいこの模範解答例の7割ぐらいがかけていれば十分合格点はクリアできると思います。では演習ですよね。今年のラスボス的な感じになってしまった演習ということですね。じゃあ演習ページの20ページ開いてください。演習ページの20ページを開いてください。はい、合格答案の指針というところですね。そちらを見てください。今回演習問題出されたのは、1行目後半、継続家賃の鑑定評価という応用的な問題が出されています。本試験で、びっくりするような問題が出ると今日本試験会場がざわついたりするって聞いたことあるんですけど、ざわついたりしたんでしょうか。そんなことはないんですかね。まあ結構、穴的な問題ですよね。まあとは言ってもってことなんですね。第二大学見てください。レックでは必修論点総裁講座においてほぼ類似の継続家賃の鑑定評価を扱っていたので、処理の流れ自体は準備できていたものと、まあ、思われます。まあ、大体似たような問題出しました。なのでしっかり復習していれば処理の流れ自体は把握できていたと思います。で、実際この問題は継続賃料の問題としましては極めてオーソドックスな問題です。特に応用的な論点が含まれていませんでしたので、去年の DC 法の問題に比べれば今年の問題の方が最後まで処理できた方の割合は一定数いたと思います。去年よりは最後まで処理できた方が多かったとは思います。ただってことですね。とは言ってもってことです。続きの文章見てください。しかし大半の項目立てを自ら行う必要があるこのボリュームのある問題を最後まで回答することはやはり困難であったと想定されます。やはり最後まで書き入れた方は少数派だと思います。項目立て結構ほとんど自分でやらなきゃいけなかったですよね。結構白地の回答用紙でした。かつ例えば調整をさせたりとか実際実務ではほとんど適用しない継続にかかる賃貸事例比較法とかも適用させてますよね。これかなりボリュームのある問題です。こういった問題をやっぱり緊張する本試験の中でじゃあ最後まで書き切ることができるかというとそれは、ね、なかなかやっぱ難しかったと思います。で、仮に書き切れたとしてもってことですね。続きの文章、またスピード重視で最後まで処理することにこだわりすぎて思わぬミスをしている受験生も多くいたものと考えられます。まあ、こういったボリュームのある問題は得てしてスピード重視で先に進めることだけ意識してしまって結構前半部分の基礎部分を間違えてしまうということが結構あり得る話なんですよね。それはやっぱりまずいわけなんですね。なってくるとじゃあどこまでクリアできていればある程度合格できるのかって目安ですね。続きの文章、室内可能性の高い問題として新規家賃の鑑定評価を指摘していたことから本問においては問4の差額配分法における適正な実質賃料の査定、まあ、積算法、賃貸事例比較法までをほぼノーミスで処理できていることが最低限のクリアラインと考えられます。適中答練とかでも新規家賃出しました。これ危ないですよって言ってました。なので本問ですとそのね差額配分法の適正な実質賃料、要は新規家賃を求めるところまでは処理できたはずなんですね。そこまではなんとか頑張ってノーミスで処理してほしかったってことですね。まあ、これはある意味最低限のラインということです。じゃあさらに加えてってことですね。続きの文章、さらにそこからどれだけ先に進めて点数を積み上げることができるかだが、例えば処理が簡便で毎段階の計算結果の影響を受けない継続にかかる賃貸事例比較を先に処理するといった対応が冷静にできたか否かがポイントとなってきます。継続にかかる賃貸事例比較は多分処理の中で一番簡単だったんですね。だから途中飛ばしてそこから先にやっちゃうとか冷静に考えて、あとは例えば前半部分の基礎価格を間違えたとしても差額配分法、利回り法、スライド法で適用の流れさえしっかり示していれば多分本試験だとこれ個人的な、ね、想定なんですけど部分点がもらえるんじゃないかなって気はしています。前半が間違ってもその基礎価格を使っていたとしても利回り法だったりスライド法ですね、適用の流れ自体をしっかりと示していればある程度部分点はもらえるのではないかなって気がしています。なので具体的な点数としましては、最初ではなく標準的な合格者レベルでは大きな点差が開かない問題といえ、合格推定点は6割程度と考えています。目安6割ですね。つまりはなぜ6割と言っているかといいますと、うちのこの演習の回答例は5ページあります。
5ページのうちの3ページ目までが価格配分法の新規家賃の査定のところなんですね。だから多分そこまでで50点ぐらいの点数がもらえるんじゃないかなと期待しています。50点確保して、でそこから先みんな頑張って進めていると思うんですね。で賃貸事例比較を処理していたり、あと部分点もらえたりすると、なんとか60点ぐらいは取れるんじゃないかなってことです。で必修論点総ざらいの継続家賃の評価しっかりと復習していて、で計算もある程度ミスを少なくすれば70点ぐらいも十分取れると思います。そうなってくると結構リードできていると思います。でもなんだかんだ言って間違えちゃいますよね。だからだいたい6割、ちょっと低くてもいいと思います。6割程度取れていれば標準的な合格者の中では大きな点差はつけられないと思います。その辺が一応、ね、演習の目安ということになっています。はい、では受けてってことですよね。じゃあこれから発表までどうするかってことです。厳しいって感じの方はもう淡々と気持ちを切り替えて来年の本試験に向けて勉強を進める必要があります。レクですと今年の本試験問題なんかも入れ込んだ過去問中心のした答練等々、そういったものを含まれたコースなんかもありますので、でコース取っていただいても今年の本試験を受かれば受講料が返還されるとか、そういった制度もありますので、そういったものを使っていただいて淡々と勉強を進めていただく。一方で受かる可能性が、ね、あるという方ですね。最終的に鑑定士になるためには実務修習を受ける必要があります。まあ、一般的な実務修習の受け方はどこかしらの鑑定事務所に就職転職をして、そこで実務修習を受けていくということです。で今鑑定業界人手不足ですので、ね、就職状況は超売り手市場ですなんですけど、ただやっぱり鑑定事務所ってある程度採用枠があるわけですよね。で大手の鑑定事務所さんは結構9月の頭ぐらいに合格を条件に結構内定とか出しているようなので、そういった意味ではもう、ね、早いに越したことはありませんので、早くやっぱ情報を仕入れていただいて就職活動をですね淡々と進めるようにしてください。情報源としましては、日本不動産鑑定士協会連合会というホームページがあります。そこに求人がいっぱい出ています。あとは実務修習の受け入れ先機関の一覧表なんかもそこに載ってますので、そういった点で情報を仕入れていただいて、とにかくね早すぎるってことはありませんので、発表待ってても遅いです。で油断していていざ発表で受かって、じゃあどうしようと慌てるのもよろしくないので、やっぱり何かしら実務修習だったり就職転職の情報をね早い段階から仕入れるようにしてください。で、今ねこういろいろ聞けこうこの記録を聞いたり、回答を見たりして結構ああここミスしたとか間違ってるとか、本当にレベルの高い人ほどやっぱ、ね、自己採点が厳しいので、いろいろミスが、ね、気になってると思うんですね。でも誰しもがミスをしますの で思ってる以上に合格ラインは低いです。本当に高くはないです。なので本当にいざ受かった時に慌てないように、これから先のことですね、いろいろ準備して行っていくようにしてください。はい、では以上をもちまして論文本試験を切る会談を終了いたします。お疲れ様でした。